神経眼科学とは、眼科疾患のうち、神経の異常に起因すると思われる病気を扱う学問である。眼科疾患の多くは、眼球とその付属器に生ずるが、神経眼科では、視力障害や視野障害、眼球運動障害や、眼鏡運動や、動向の異常を取り扱う。視力とは物体を識別する能力であり2点で、 識別できる能力の限界をもって表される。視力には、遠近視力、近近視力、ラガン視力、強制視力、片目視力、両目視力、小数視力、分数視力、ログ MAR 視力などが知られている。一般視力検査では5メートルの距離で、ランドルト管を使用する。多眼を遮蔽し片目ずつ測定し、同列の指標中半分以上を正当できるかで、 判定する。0.1の指標が見えない場合は指標を見せながら、近づき、5 0トルでも見えなければ、指数弁、手動弁、口角弁、全盲の評価を行う。視力検査の結果は、下記のような略字を用いる。屈折検査とは、近視や遠視、乱視の度数を調べる検査であり、オートレフラクトメーター、などを用いる。 眼圧とは眼球形状を維持するための眼球の内圧でアリガンの硬さに相当する。正常値は10から21水銀中ミリメートルであり、体位や日内変動で変化する。ゴールドマン眼圧系などで測定される。視野とは目を動かさず見える範囲のことである。ハンフリー視野系などで測定される。目くらいとは目が向いている位置のことである。 両目ともまっすぐ正常なことを正義と言い、そうでない場合を、シャシやシャイという。健康男性の眼底写真眼底検査では、乳頭サイズ、境界、色調、感応、乳頭内、近傍短絡血管、乳頭周囲網膜神経繊維の不思混濁を確認する。特に重要な所見が乳頭主張である。乳頭主張で緊急を要するのが、仏血乳頭、視神経炎。 拒血性死神経症である。眼球運動時痛は死神経炎を示唆する。入頭所見や視野による鑑別には限界がある。色調が赤い場合は死神経炎やリーベル遺伝性、死神経症が疑われる。色調が白い場合は全部拒血性死神経症や、う血入頭後の炎症性萎縮が疑われる。不腫の範囲は、う血入頭と偽乳入刀負で異なる。 鬱血乳頭は視神経を超えて網膜まで及ぶ。偽乳頭不腫では、変炎が不鮮明であるが網膜不腫は認められない。血管の異常は拡張、分子異常、静脈拍動の消失がある。拡張は、鬱血乳頭、乳頭血管炎、網膜中心静脈閉塞症などで見られる。微小血管症は、リーベル遺伝性視神経症で見られる。オプト、サイリエリ。 シャントベッセルは視神経症随膜種で特徴的な初見であるが特異的ではない。分子異常は偽乳頭浮腫で見られ、静脈白動の消失はう血乳頭で見られる。出血や白斑はう血乳頭、視神経網膜炎、サルコイドウス視神経症、全部虚血性視神経症などで特徴的な初見がある。 乳頭不守乳頭主張とは視神経乳頭が境界不鮮明となり隆起している状態である。頭蓋内圧更新症による乳頭不守、視神経乳頭炎、虚血精神経症ではいずれも乳頭周囲に氷剤性の出血や軟性白斑が見られることが多い。網膜神経節細胞の軸作である視神経繊維の軸作輸送が胸膜古い上板付近で障害され、 軸索流が停滞、または地鈍化し、その結果、軸索そのものが拡大する。両目性であれば脳腫瘍や、偽脳腫瘍などによる頭蓋内圧亢進症、高血圧や貧血などの全身疾患、中毒性視神経症、ぶど膜炎に続発したものなどを考える。片側性であれば眼科腫瘍、副鼻空脳腫などの視神経への直接圧迫。 視神経そのものの炎症や腫瘍など、局所的な病院を疑う。う血乳頭う血乳頭は、頭蓋内圧更新による乳頭不死と定義されるが初期には無症状で発見されることもある。黄生期には、頭痛、大き、嘔吐などを訴え、慢性期になれば、一過性視力障害が頻発する。う血乳頭は、初期、肝期、慢性期、萎縮期の四期に分けられ、 各機で死機能の障害の程度と入頭所見に違いが見られる。画像診断ではなく特徴的な入頭所見で鬱血入頭と診断することも可能である。頭蓋内圧更新による網膜神経節細胞の軸索輸送が障害された結果、軸索内に手術の物質が貯留し、静脈訴え及び入頭不死を起こす。入頭不死の中でも最も主張が強い代表的な ものである。顕眼鏡的に、視神経乳頭は、境界不明瞭で、ガラス体側に強く突出し、乳頭上及び周囲に、旺盛な氷在性失血や軟性白斑が認められるが、乳頭肝王は保持される。蛍光眼底造影では、乳頭上及び周囲に、無数の毛細血管が見られ、時間とともに、色素漏出が旺盛に見られる。視野検査では初期には、 マリオット盲点の拡大のみであるが、そのまま放置された場合は視神経の萎縮の進行と、共に次第に、高級的視力障害と視野障害が進行する。治療が慢性期になった場合には、境界不明瞭な炎性視神経萎縮に陥ることがある。偽脳腫瘍とは、頭蓋内圧更新の所見があるものの、通常の神経放射線学的に正常な病態である。 薬剤性、静脈動血栓症、動静脈気系、髄膜炎、白血病、ポエムズ症候群などに起因する、続発性のものが知られている。そのため原因検査のため血液検査や、髄液検査や、MRV なども行われる。このような精査にもかかわらず、原因不明も多い。原因不明の場合は特発性頭蓋、内圧更新症と言われる。 初期は、指機能が良好で進行は、感情、自然回復もあり、予後も良好なものが多い。しかし、急激な悪化、重篤な後遺症に至り、予後不良の場合もある。また、通常であれば、鬱血乳頭は、両側性だが、視神経炎の起用や、緑内障などにより、片側の視神経萎縮が存在する場合、萎縮側の鬱血乳頭は生じにくくなる。 病則の視神経萎縮と体側の鬱血乳頭は、フォスター・ケネディ症候群と呼ばれる。旧下随膜種が典型的である。視神経萎縮がない場合も、数パーセントの割合で、鬱血乳頭に、顕著な左右差が認められることがある。特に偽脳腫瘍では、左右非対称性の例が少なくない。偽乳頭不腫は、初期鬱血乳頭と類似する点が多い。これは、 ドルーゼンや小乳頭などの先天以上で見られる。視神経炎固めあるいは両目の急激な視力障害と視野障害で発症する。脱髄した視神経の伝導は体温上昇により一過性に抑制されるため、運動や入浴などの体温の上昇で視機能は悪化し、VEP の戦時も延長する。視神経乳頭部に炎症が波及していれば、軽度の乳頭発赤主張。 乳頭周囲復腫、時に乳頭炎出血を呈する乳頭炎として発症する。視神経乳頭部に炎症が波及していなければ、初期には眼底に全く異常を認めない卵視神経炎として発症する。乳頭炎では、蛍光眼底増影で乳頭からの旺盛な漏出が見られる。視神経炎では効率に眼球運動痛が認められる。これは情報誌で著名である。 眼球運動で総腱臨が牽引され、炎症を起こしている、視神経に力が加わるためと考えられている。視野障害は、中心暗点が代表的であるが多様であり、検測でも何らかの異常を伴うことがある。積力式覚異常が時に見られ、特に赤色のサイドの低下を自覚する。中心暗点が非常に小さいものを除き、ラプロが見られ、VEP 戦時も延長する。 MRI ではスター法など死亡抑制をかける方法が有効である。再発例や慢性期例では増影 m r i も併用する。これは視神経萎縮を伴うグラオーシスはスターで高信号を示すためである。多発性硬化症に合併するものが有名であるが実際には原因不明の特発性が多数を占める。特発性視神経炎は 自然回復傾向が強くステロイド投与で回復時期は早くなるが15年度の最終予後では差がなかった。視神経炎から MSA の移行は MRI で異常を認めるのが最大の予見因子である。ステロイドパルス療法にビタミン B12 製剤や ATP 製剤の内服を行うことが多い。虚血性視神経症虚血性視神経症には 動脈炎性全部拒血性死神経症と、非動脈炎性全部拒血性死神経症と、後部拒血性死神経症がある。アイオーンでは、主に単語毛用動脈の閉塞により、死神経入頭が障害され、パイオンでは死神経症、軟膜毛細血管層由来の線通枝の閉塞により卵死神経が障害される。a I アイオンは主に巨細胞性動脈炎など、 血管炎に関連した全部拒絶性診神検症である。過去に副詞や一過性黒内症を自覚しているケースが多い。60歳未満の発症は非常に稀であり70から80歳以外の高齢者に片側の高度視力障害で急激に発症する。やや女性に多く見られ、非動脈炎性のものに比べると視力障害は重篤である。同時に動速または 体側の側頭動脈領域の自発痛、圧痛、時に激しい頭痛や顎の運動時の痛みを伴う。観測はラプロ陽性となる。失神系乳頭は境界不鮮明で行動不主上、色調は蒼白である。洗浄あるいは下炎上出血を伴うことが多い。体側の乳頭は小乳頭ではなく、形状も正常で、乳頭周囲に下炎上小出血を認めることもない。 時に、網膜中心動脈閉塞として発症する。赤鎮値は、著名に更新する。確定診断は、側頭動脈の成形である。全身あるいは、局所の循環不全を起こす、基礎疾患のため、単語網膜用動脈の拒血が、胸膜古い常板近傍に生じ入頭が、双白不死を呈するのがない音と考えられている。突然発症する変則の視力、 視野障害で数時間から数日で症状は完成する。色の障害は気象時に見られることが多い。AI オーンや視神経炎と異なり、頭痛や眼球運動痛を伴うことはない。視力障害の程度も AI オーンと比べると軽度である。視神経乳頭は境界不明瞭で不主張。色調は蒼白であり、上半分。 下半分のように局所性に主張することが多い。乳頭周囲に、火炎上昇出血をしばしば認める。体側の小乳頭を高頻度に認める。傾向眼定造影では、乳頭からの漏出が見られ、脈絡膜背景傾向の一部、または全部の密る H 炎を認める。標準的治療法はなく、ビタミン B12 製剤の投与などが行われる。 リーベル遺伝性死神経症リーベル遺伝性死神経症はミトコンドリア病の一つでありミトコンドリア内の電子伝達系複合体1のサブユニットをコードする遺伝子の突然変異によるミトコンドリアの反応性酸素分子種の増加に伴う網膜神経節細胞のアポトーシスによって起こると考えられている多くは若年男性の片目あるいは両目に秋油性に徐々に 視力低下が見られ、早ければ数週、通常数ヶ月、場合によっては1年以上の間隔を空けて、必ず両眼にも発症する。視力は、最終的には、高度に低下し、視野では大部分で、中心安定を呈する。発症数ヶ月くらいで視神経乳頭の耳側より、蒼白化が始まり、通常1年くらいで、両目とも高度な視神経萎縮に至り、 最終的に視力は0.1未満になることが多い。視力障害が高度な割に、対抗反射が良好な特徴がある。またラプドも認められない。また無通性であることが、他の視神経症と大きく異なる特徴である。視神経入頭に発赤と主張があるため、視神経炎との鑑別が問題となる。眼底検査で多くの症例で発症前から視神経周囲に、 微細血管拡張症を認め、視神経が異様に充血し赤く、軽度境界不鮮明で乳頭不死を呈する。また、乳頭周囲にはそれほど血管の拡張や蛇行を認めず充血のみが著名なものも存在する。蛍光眼底撮影では乳頭の充血や血管症が高度でも全経過を通じて視神経乳頭からの蛍光色素の漏出を見ない。 ただ全く眼底変化を示さず、95世死神経炎様の症状で発症するものも、ある。これらの入頭は、数週間から数ヶ月で単性あるいは、炎性死神経萎縮に移行する。オクトーバーではすでに発症以前あるいは保因者の時点から、CPRNFL はすでに正常上限を超えて、主張し、発症後徐々に減少し、発症後1ヶ月後程度から、 正常加減を下回る。また GCA では発症1ヶ月前からすでに徐々に萎縮を始めている。半数以上で家族歴が認められるが母系遺伝を示す。変異型によっては視力の自然回復例もある。イデベノンの大量内服が有効との報告もある。中心フリッカー値はオンとオフの不連続光のちらつきを感じなくなる頻度である。 近代式中心フリッカー測定装置を用いる。正常値は 35Hz 以上である。25Hz 以下は異常であり、左右差も重視する。特に視神経疾患で視機能障害を鋭敏に検出する。視力低下に先行して低下し、視力回復より遅れて回復する。光感傷断層系は乳刀不腫の評価に有用である。 中毒性視神経症など多くの視神経疾患で、顕眼鏡的には、乳頭主張を認めない時点でも乳頭周囲、網膜神経繊維層で主張を認めることがある。また重度の乳頭主張ではオクトーバーで、しばしば大半部に、衝撃性網膜剥離を見る。さらに、乳頭不腫が長期に及べば、ガングリオンセルアナリシスで大半部内装網膜は、被迫化する。 視覚の症候学を陰性症状と陽性症状に分類して記載する。陰性症状には、霧死、一過性視覚障害、視覚異常、視野障害、視覚失認などがあり、陽性症状には、原子や、線輝き暗点はじめや光視症がある。霧死霧死とは、目の霞のことである。一般眼科疾患でも、神経眼科疾患でも起こり得る。 一過性視覚障害一過性視覚障害は一時的に目が見えなくなったがすぐに元に戻ったというエピソードである。このような症状を起こす疾患には一過性黒内症、線輝き暗転、うっ血乳頭脈絡膜や視神経をはじめとする眼科疾患などがある。一過性視覚障害で最も有名な疾患が一過性黒内症である。 一過性苦労内傷は、突然起こる、無痛性の一過性視覚障害である。数秒から数分間症状が持続することが多い。通常は、目動脈の一過性の拒絶に由来する。拒絶状態をもたらす、主な原因は内形動脈の強窄による、眼底血圧の低下と、心臓や首動脈内壁から有利した側線が、目動脈の血流を妨げることである。 拒血の状態が長時間持続すれば、網膜中心動脈側線症や拒血性死神経症という死機能の予後不良な病態を招く。首動脈狭窄症の場合は、CEA や CAS の適用も検討する。死覚異常死覚異常は、先天性死覚異常と後天性死覚異常に対別される。視野障害視覚性失認視覚性失認とは、 見えているがそれを視覚的に認識できない状態である。相棒質疑などが有名である。原子原子とは視覚において認められる幻覚である。シャルルボンデ症候群や高等陽性原子、線輝き暗転は有名である。線輝き暗転は突然ギラギラした模様が出現し、次第に拡大していき、その中心部は視野が欠損し暗転となる。 10から20分ほどすると形が崩れて消失する。この光は赤、青、紫などの色がついていたり、無色であったりし中心部は見えない。線化が焼き暗転が消失した後、片頭痛を伴うことがあり、古典的片頭痛と言われる。両目性で視野の人側に出現し、暗所、明所に関係なく、平眼寺もこの症状が認められる。原因は、 片側の後大脳動脈の血管痙攣と考えられ、線焼き暗転は血管痙攣を起こしている体側の視野で生じる。はじみんはじめは光に対して過敏になる以上に不快を感じたり、見えにくい状態になることである。頭痛を伴うことがある。はじめを呈する疾患は多岐にわたるが、メ疾患、感、特に前眼部異常で多い。神経疾患で、はじめを訴えることは、 少ないが思考作病変では珍しくない。光視傷後視傷は目に光が当たっていないにもかかわらず、光を感じる症状である。ガラス体の動きによって網膜が刺激を受けて生じることが多い。眼科疾患、神経疾患療法で認められる。非分症非分症は、視界内に糸くずのような小さな薄い影が見える症状である。ガラス体に異常があること、すなわち、 眼科疾患を示唆する初見であって、神経疾患を示唆する初見ではない。眼痛を伴う緊急疾患には、急性閉塞偶格緑内障発作と ICPC 動脈瘤と内形動脈乖離が挙げられる。突然発症する激しい眼痛、頭痛、腹痛、嘔吐、片側の視力低下で重血を伴っている場合は、急性閉塞偶格緑内障発作である。 眼科医が30分以内に治療開始できない場合は、ピロカルピン転眼と浸透圧利尿薬の投与を開始する。ICPEC 動脈瘤は、動向三大を伴っているのが通常である。充血を伴う場合は、内形動脈界面上脈動浪が疑われる。眼球充血、眼球運動障害、白動性眼球突出、血管雑音、高眼圧、眼痛、 頭痛を呈することが多い。充血を伴わずに眼痛を呈する場合は、眼性疲労以外は、眼球外に痛みの原因があると考えられる。視力障害の有無、動向不動の有無、眼球運動障害の有無によって鑑別する。有痛性視力障害では、卵性視神経炎、目虚血症候群、微性視神経症などがある。 流通性動向不動では、内強し動脈解離や、ICPC 動脈瘤を疑う。流通性眼球運動障害は、炎症、感染症、腫瘍で起こるため画像検査が重要となる。ありがとうございます。